自分の体重をしっかりと乗せて、ここの振り幅だけ、短い振り幅だけ早く振れば強いボール蹴れるし、はい、5つ6つぐらいポイントが凝縮されてるんですね。そうですね。皆さんこんにちは、 2B ストロンガーアスリートナビゲーターの田中大輝です。この動画ではトップアスリートのジュニア時代についてご本人の経験談、そして感じてこられたことをたっぷりとインタビューしていきます。今回お話をしていただくトップアスリート、こちらの方です。元プロサッカー選手の鈴木孝之です。よろしくお願いします。さあ今回もサッカーのスキル実技編です。鈴木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は実技、はい、何を教えていただけますか？インサイドキックですね。これも基本、もう基本中の基本ですね。なんでかっていうと、サッカーのキックって、まあ、多く使われるのは、まあ、インサイドキック、ステップ、あるいはアウトサイドが、はい、まあ、基本だと思うんですけど、もう圧倒的にインサイドキックが多いんです、プロの試合の中で。プロでもそうですか？はい。なのでインサイドキックができないとそもそも活躍できない、間違いなく。2回に1回ボールがずれたりとかしてたら、はい、絶対結果出ないと思うので、なんでもう僕が教えてるところで、まあ、トラップとともにインサイドキックは重要だよ、なのでしっかりとインサイドキックやろうっていうふうに教えてます。一番ということはコントロールが効くというか、はい、一番思ったところに蹴りやすいのがインサイドキックですか？そうですね。それがあるからこそみんな対応するんですよ。あ、なるほど。それ以外のインステップキックだったりとかアウトって、まあ、インサイドキックよりも確率落ちると思うんで、だから結構インサイドキックが対応されるっていうことですね。はい、ではちょっと実技、はい、細かい部分のスキルを教えてください。はい、まずもう本当に基本的なこと、まずはしっかりと面を作ることですね。はい、ここ面を作る、はい、面をしっかりと横にしっかりと作ることで、もう簡単なんですけど、その面をまっすぐ下げてまっすぐ出すだけ、これだけですね。はい、それがまあまず基本になります。はい、シンプル。まあ、僕が教えている重要なことは、まず、自分が蹴った後にちゃんとこう次のプレーに行けるように、はい、まずは前をしっかりと向いておく。これ横に向いたりとか、まあ、横に向いたら次出ていくこと難しくなったりとか、あるいは、まあ、いろんなとこ見えなかったりとか、はい、こうあまりいいことがないんで、はい、しっかりと前を向いてしっかりと蹴っていく。まあ、ボールを蹴りたい方にちゃんと整体して向くと。状況に応じてはその横向いて蹴んなきゃいけないとか、はい、そういうのもまあ出てくるんですけど、基本的にはしっかりとボールの後ろからまっすぐ入ってまっすぐ下げてまっすぐ蹴るだけっていうのがまあ基本です。なるほど、はい、なるほど、なるほど。それがまずすごい重要なところ、はい、で角度、はい、面をまず平行にするのと、はい、あとはそのボールに対して当たる角度ですね。当たる角度、はい、すごい調子のいい時、芝生とかだと蹴った瞬間にバックスピンかかってこうシュル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 っていくんですよ。それがやっぱり一番こう、蹴った時にボールも滑るし、はい、そのいい感覚っていうことなんで、芝目とは逆の、はいはい、スピンでいくってことですね。そうですね。相手もこう取りやすいっていうか、なんかそういうふうに滑らせてボール出してあげた。相手のことも考えて出さなきゃいけないんですよね、はい、パスは。だから浮いてたりとか、もう下手したらこういうふうにこういうボールバウンドして取りにくいじゃないですか、はい、だから滑ってボールが来るように出してあげるのがすごい重要だと思って、こう滑らせるようなボールを出すときに重要なのがその角度。角度、はい、さっきも同じ理論なんですけど、当てていくときにこのボールがこう滑るっていうことは、さっきの角度ですね、こういうこと、今度は押し出す感じにしてインサイドキックを蹴っていく。だからこれがもし上に向いて当たったら当然ボールって上に上がっちゃいますね、はい、まあ、ゴルフと同じですね、はい、この角度がこう上がれば上がるほどボールは高く浮いちゃうので、だからこれがまあ浮かないようにね、まずしなきゃいけないので、これは逆にこういうふうに向いていく。
ちょっとこう下向きの角度でこういうふうに当てていくとボールはこうやって滑ってインサイドこうボールがかかって滑っていいボールになっていく、はい、相手が取りやすくなると、はい、なのでその角度をしっかりと作る、あと蹴る場所ですね、はい、重要なのはさっきもあのトラップの時言ったんですけど、前になればなるほどこれ足ってどん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 上向いちゃうじゃないですか、この足が前に行けば行くほど足の角度って上に向いてっちゃうんです、はい、そうすると相手にいいボールを蹴りにくくなって、なので蹴る場所は当然こう自分の頭の下が一番その違和感なく蹴っていける、はい、まあ、力も伝わると、はい、なおかつ下向きにもちょっとできる、自分の足元だったらその無理なくこうちょっと下に向けられる、はい、でもこれが下に向けるのを自分の前に行けば行くほど苦しくなっていくので、蹴りにくくなっていくっていう。でプラスこういう感じで蹴る人結構多いと思うんですよ。それってこう慌ててとかボールがちゃんと止まって自分の足元に止まないから、はい、慌てて早く蹴んなきゃいけないからこういう感じになること多いと思うんですけど、いわゆる体勢が崩れている、はい、それもし次動かなきゃいけなかった時に動けないじゃないですか、この状態だと遅れますね、はい、だから基本的には次動かなきゃいけないんで、トラップと同じでこういう状態の状態でボールを蹴っていく方がいい、つま先に重心が乗った状態で蹴っていくことで自分が次出ていけるような状態。なるほど、はい、で足振り上げれば振り上げるほど足ってこう戻っていっちゃうじゃないですか。そうですね、はい、なんで思いっきりこう足なんて上げる必要ないですよ。要はつま先が動いちゃう、はい、こうこれ段上に行ってこう戻っちゃうのに、これもし当てたらこっちにこうボールって曲がっちゃうんで、これをキープするためにはもう足なんてこんくらいの幅でいいんです。ピュン振る幅なんて切らなくていいんですか、はい、野球みたいにこう振らなくていいです。でもここで止めるぐらいでもいいですか、はい、自分の体重をしっかりと乗せてここの振り幅だけ、短い振り幅だけ早く振れば強いボール蹴れるし、はい、あとは、曲がらないようになる。5つ6つぐらいポイントが凝縮されてるんですね。そうですね、しっかりと面を作って角度を作る、下向きにちょっとした方がちょっと滑るボールも出るん で蹴るところは頭の下、はい、蹴る場所はで、なおかつまっすぐ下げてまっすぐ蹴っていく、それを頭に入れておくと意識するし蹴るときに、はい、それがだんだんこう何回も何回もやることによって無意識にそれができるようになっていくと実際のゲームの中で使える、まあ、無意識にできなくても意識毎回毎回意識すれば、その無意識でやって失敗するよりも、うん、意識づけしてる方がミスはなくなる。まあ、今多分10個ぐらいポイントが出てきたと思うので、この動画を見ながらポイントを確認していただいて、また動画見終わった後皆さん、10個頭の中で思い返しながら練習をしてくださいということで、今回はですねインサイドキックについてお話を伺ってきました。鈴木さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。